熊野神社は、宮城県名取市にある神社である。名取熊野三社のうちの一社。旧正熊野神宮社。旧社格は、県社。主催神は、早玉断村、伊沢波の村、琴海断村、くくり姫神。中央の神宮社小商殿には、早玉断村、東側の那智飛龍権現社には、琴海断村、西側の本宮十二社権現社には、 いザナミの村を祀る。また、十二社権現社の西、老女宮には、名取老女と、神代文字で、くくり姫の狼と書かれた木札を祀る。飛流権現社の東には、社殿はないものの、神明を記した八本の石の角柱が建ててある。記される神明はそれぞれアメノオシホミミノ村、ニニギノノミコト、 彦コホホデミノミコト、ウカンゾウブキフゴーソン、ユタカ新定村、クニセマズチ村、デードニミコト、オートー村、オモタル,タル保安四年、紀州熊野を模し刊上した名取熊野三社の一つ、熊野新宮社として創建。以来、東北地方における熊野信仰の中心地として、流星を誇り、中世には、名取熊野別ッが置かれ、宗教的にも、 軍事的にも大きな権力を持つに至った。伊達氏の時代においても、英章11年、伊達種宗が、新寮の宗役単戦を免除したことを先例として、春宗、輝き衆、正宗による免除が行われ、以後、歴代仙台藩藩主の主樹奇心、奉納を受けたて家と深い結びつきを持った。名取熊の三者の中でも、最も中心を成していたため、後に、 熊野新宮社、熊野本宮社、熊野那智神社を合祀し、熊野神社と解消。明治元年3月の大上官2つ、神仏判前例により神仏合祀が禁じられたことで、熊野神社所蔵の本事仏をはじめ、北家行、一切教、大般若行、仏具等仏教色のものはすべて文樹道。 北緯38度12分8.7秒統計140度50分48.5秒、北緯38.202417度統計140.846806度、38.202417140.846806に移され、その文樹堂も神社境内の南へ移動され、新言州地沢派の熊野山神宮寺に帰属することとなった。 大正10年8月27日に、豪社、昭和10年11月1日に県社に昇格。玉垣内の奥の院には、新宮社小昇殿、那智飛竜権現社、本宮十二社権現社、及び老女宮。また、かつて境内には、若王子五宮、八社神宮、五宝前神宮、稲田宮、神皇七十四代宋人天皇宮が存在したが、 現在はいずれも消失している。若王子五宮は、現在老女宮に祀られるくくり姫神の元宮と思われる。なお発射神宮については現在、玉垣内の八本の角中として祀られる。拝殿の眼前には、みたらしと称する神池が広がり、浮島には皇術の神楽殿と、弁財天堂が存在。神仏集合の影響により、境内南西には、衝動がある。 春、秋の霊祭時には、熊野道神グという神グが披露される。起源は、文治年間に、京都の神グ岡から伝わったものと言われている。この神グは、出雲の流れを組む、岩戸神グで、仙台周辺を及び、県南部に分布する神グの元祖と言われる。師匠を唱えない目撃の祈祷の前で、随所に、主言の樹法の名残が見られる。現在神グは、 拝殿前の池に常設された神楽殿で回れるが、江戸時代以前は拝殿の場所にあった長床で回れていた。また、春の零細時にしか回れない熊野道武学という武学も伝わっている。神楽殿での神楽奉納が終わってから、古事記を題材とした伝承語曲が拝殿正面の池の中に臨時に設けられた水上舞台で回れる。熊野道物学は、 宮城県内に伝わっている数少ない部学の一つで、代々7県の鮭によって送電され、門外不出とされている。このほか、境内、入口脇に立つ新宮寺門樹堂には、新宮寺椅最強が伝わる。ありがとうございます。